ノーマのつ井いコちゃんが今回のモーニング娘。との合同コンサートについてブログにまだどなたとも一緒に写真を撮っていなくて自分から話しかけられなくてだから今度お会いした時に一緒に写真を撮れるように勇気をつけておきますと書いていましたそしたらそしてマリアちゃんがインスタグラムに去年ロコちゃんと撮った写真を添えて今度コンサート一緒に写真撮ろうねと投稿していましたその投稿を見たロコちゃんがブログを更新 マリアちゃんとのライブ中のエピソードや次は写真を撮りたいと書かれていました。二人の人柄にとてもほっこりしました、えー。マリアちゃんがロコちゃんのことをロコロコちゃんって呼んでるのも癒されました。無事写真を撮れましたかロコちゃんとのやりとりなどお話を聞かせていただけると嬉しいです。ありがとうございます。そう、これがあって、前回のマリーラブで話した動物園に行こうねっていう話まで行きました。で、 これたまたまだったんだけど、マリアはその、愛知公演の時に、ちょうどお茶の間のメンバー写真撮ってきてあ、写真撮ってくださいって言ってくれる子すごいたくさん多くて、で、マリアは、あの、帰ってから、あー、ロコロコちゃんとだけ写真撮れてないと思って、本当にごめんと思ったの、もう申し訳ないことをしたなと思って、 で、インスタを、あの、載せた時に、もう、ロコちゃんとの写真はマリア前回撮ったのがあったから、それを載せて今度絶対撮ってもらおうと思って、言ってたの。で、マリアはそれを、あの、ロコちゃんのブログを読まずに最初インスタを作って載せてたら、ちょうど多分その後かその、多分その前だったのかなわかんなかったけど、ロコちゃんがブログに、なんか、今度、 先輩と写真撮りたいです、みたいな話しかけられませんでした、みたいなのってて。だから本当にね、マリアはロコちゃんのブログを実は見ずにインスタを載せてて、その後にロコちゃんのブログをマリアは見たのね。だから、やっぱ、そう、話しかけられなかったんだな、と思って、そういうので、あ、もうだからそういう時にマーキのマリアしっかりしろよ、みたいな思って、自分、マリアが話しかけてあげないとって思ったの。だから、あの、大阪公演の時に撮れて本当に良かったなって思いました。ね、それでなんかその後もロコちゃんがなんか、 見たか見てないかわかんないけど、なんかインスタに載せてくれましたみたいなもうなんかすごい律儀にブログにも書いてくれてて、違うんだよ、ロコちゃんって来週絶対言おうと思って、ま、リアを知らずにインスタを載せてたのと思って、そう、それも直接話したんだけど、そう、そういうことがあって、でもね、無事、あの、一緒にお話もできたし、よかったなと思います。ロコロコちゃんと仲良くできたらいいなと思ってます。